背景です。今回は岡田がこの人のセーブ復帰を熱望ということで、今回はですね、岡田選手がマール選手にライオンズに戻ってきてほしいということをね、まあ話したということなので、まあそのことについて簡単に話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではですね、岡田が住谷の西武復帰を熱望かということで、まずは記事の方から読んでいきます。西武岡田正敏捕手が楽天から戦力外となった住谷銀次郎捕手の再獲得の必要性を説いている。3年契約の2年目となった岡田の今季は、3月に受けた左膝下重修正のための大腿骨頸骨骨切り術によるリハビリのため 1,2 軍とも試合出場はなし。契約最終年の来季が正念場のシーズンとなる。そんな野球人生の土壇場にいる岡田が最近気にかけているのが、同じ捕手で元同僚住谷の動向だ。岡田はギーさんどうするんですかね、僕的には帰ってこられたら困りますけどと切り出しつつ、チーム的にはめちゃくちゃプラスになりますよね、いっぱい情報を持っているわけじゃないですか、しかもそれを使う術を知っている、チームが重要を狙うなら必要な戦力でしょうと再獲得を訴えた。岡田の立場からすれば、住谷が復帰となると自分が弾き出されるかもしれない、それでもあえて住谷獲得を押すにはわけがある。というのも今季西武は昨年までの主戦捕手森友哉の FA 席の影響をもろに受け、オリックス戦で8勝17敗の大惨敗を喫してしまった。岡田はその要因について、森が持ち出した西武の個人情報だと見ている。昨年誰がどこを怪我していたとか、実はこのピッチャーがピンチの場面でこの球を投げたがっていなかったとか、チームの内情をしっかり持っていかれて活用された、それだけドイツリーグへの捕手流出リスクが大きいということだが、逆にライバル球団から捕手を迎えることができれば大きなアドバンテージを得る。住谷の再獲得は西武が楽天に対して優位に立つ上で非常に効果的な補強となるわけだ。加えて岡田が絶賛するのが、森をしのぐ捕手としての住谷のしたたかさだ。昨年5月13日の楽天戦、滝中住谷の楽天バッテリーは西武山川に対し3打席にわたって12球連続のカーブ攻め、主砲はこれ打撃を崩された。あんなリードは若いキャッチャーにはできない、しかも銀さんはただカーブを要求したんじゃなくて、ボールにしていいカーブとストライクを取りに来るカーブを織り交ぜて散らしながら攻めていた。この1打席1試合で終わりのプランではなかった。接戦の中であんなリードができるなんて見ていて勉強になったし面白かった。チームが上位進出優勝するためには今季のオリックスに対する西武のようなカモが必要。個人の事情はさておき、住谷復帰の効果を語る岡田の言葉には熱がこもっていたということでですね、まあ岡田選手がね、住谷選手の必要性を説いたということで、まあ今回はね、その住谷選手の必要性とかも含めて話していきたいと思います。それでは話していくんですけれども、まあ、住谷のね、西武復帰はあるのかってことで、まあ、実際にね、岡田選手も言っているように、まあ、ライオンズにね、戻ってくるのかどうか、まあ、ライオンズが住谷選手を獲得するのかどうかってことについてね、まずは話していきたいと思うんですけど、まあ、岡田選手的にはね、正直、まあ、ベテラン補手っていうところで、まあ、ポジションは多分被ることになりますので、まあ、住谷選手が加わるとね、岡田選手のその出場機会っていうところはね、かなり、まあ、厳しくなる部分もあるのかなというふうには思うんですけど、まあ、ただそんな彼でもね、まあ、やっぱりね、必要性はあるということを言っているぐらいですね。まあ、やっぱり住谷選手は、まあ、ライオンズに必要な選手なのかなというふうに思います。まあ、キャッチャー補強ポイントということで話していくと、まあもちろんね、ベテランキャッチャーっていうところの立ち位置で言うと、まあ岡田選手がいるんですけれども、ただやっぱりまだ結構フィジカル面にね、まあ問題があって、まあ故障でね、丸々2年間ほぼ試合に出れていないっていうところがあって、まあ正直計算が立たない存在かなというふうには思います。まあ年齢的にも思ってますからね。で、一軍に関しても、まあ古賀選手がね、本当に急成長を特に後半戦バッティングの方で見せて、まあ主にね、やっぱ古賀選手が、まあ正捕手という形というかね、まあメインキャッチャーっていう感じになってくるのかなというふうには思うんですけれども、まあその古賀選手に次ぐ2番手以降の存在っていうところがなかなか出てきていない。柘植選手4年目にして、まあちょっと伸び悩んでいますし、まあ他に古市選手若手で出てきましたけれども、まあまだね、年齢も若いですし、まあやはりね、古市選手はまだまだね、経験不足っていうところもあるかなと思います。ただそんな古市選手を、まあ3番手だったりとか2番手に入れないといけないぐらい、結構保守のね、運営状況運用状況っていうところが苦しくなってきているというところがあるんですね。でやはりね、そういったところを考えると、まあ、キャッチャーの補強っていうところはね、今のライオンズには必要なんじゃないかなっていうふうにも思いますし、ただやっぱり正捕手候補ってなると古賀選手がいるので、まあ、正捕手候補の選手が欲しいっていうよりかは、
まあ2番手3番手ぐらいでね、まあ経験豊富な人が欲しいっていうところなんで、まあそこを考えるとね、やっぱり住谷選手がまあピンズドになってくるんじゃないかなというふうには思いますね。まあもちろんね、戦力的なところもそうですけれども、まあ経験豊富な住谷選手がやはりいるっていうこと自体が、チームにとっても非常にいい影響だと思いますし、まあ古市選手だったり古賀選手だったり、まあまだ2年目3年目のね若い選手たちがいますから、まあ彼らにもね本当にこのベテランの住谷選手がいるっていうことはね、いい影響を与えるんじゃないかなというふうに思います。あとはやはりね、まあ、ファンの方の中にも、まあ、住谷選手獲得を望んでいる声がね非常に大きいというところですよね。まあ彼もねもちろん FA で移籍をしたというところではあるんですけれども、まあ結構ね致し方ない、まあ、移籍の仕方だったというところがあるので、まあ彼はねもちろんあの移籍はしてしまったんですけれども、まあ応援しているファンの方だったりとか、まあ彼を非常に好きなライオンズファンの方っていうのが多いんですよね。まあ戻ってきてほしいだったりとか、まあ指導者としても必要だったりとか、まあ27番ね彼がライオンズの時につけていた番号が空いているっていうことだったりとか、まあ経験値は9回ナンバーワンっていうことを言っていたりだとか、まあそういった形でですね獲得を望んでいるファンの声っていうのが非常に多いですし、まあ、住谷選手を非常に好きなねファンの方も多いんじゃないかなというふうに思います。まあ年齢的にももう30代後半に差し掛かってきて、まあ引退っていうところもね考えてくるし、まあその後のセカンドキャリアっていうところも考えると、まあやっぱり最後はライオンズで引退してほしいっていう気持ちが僕もありますし、まあゆくゆくはねライオンズの監督だったりとか指導者になってほしいっていう思いも僕は持っていますので、まあそこを考えてもですね、やはりねライオンズに帰ってきてほしいというか、まあ獲得をしていってほしいなというふうに思っております。じゃあ実際にね獲得あるのかについて考えていきたいんですけど、まあやっぱ一番大きいところとしてはまあドラフト次第かなというふうに僕は思っております。まあドラフトで即戦力のキャッチャーをもし獲得するってなったら、まあちょっと正直ね、住谷選手の獲得は微妙になってくるかなというふうには思いますね。まあ一応ねライオンズもキャッチャー補強ポイントっていうところではあると思うので、まあそれをドラフトでカバーするのか、まあ FA なり戦力外の選手を獲得してカバーしていくのか、まあそこはちょっと分かりません。もし今回のドラフトで社会人なり大卒のキャッチャーっていうところを獲得していくっていうふうになったのであれば、まあ住谷選手の獲得っていうところはもしかしたらねないかなというふうにも思うので、まあちょっとこのドラフトのねどういった選手を指名するのかっていうところ、まあちょうどもう今日でね残り1週間ということになりましたけれども、まあそこをねちょっと見ていこうかなというふうには思います。まあここで即戦力のキャッチャーの指名がないってなったら、獲得の可能性は僕は大いにあるんじゃないかなというふうにも思うし、まあいろいろね今年のライオンズ言われております。まあ中島選手をね獲得するのかとかも言われてるし、まあ、あとはね FA で〇〇選手獲得するのかみたいな話もねちょくちょく出てきております。ただ僕はこの住谷選手獲得っていうところがですね、やっぱりどの補強の中でも最も可能性も高いし、まあ、必要性も高いものなんじゃないかなというふうに思います。まあ、必要性最も高いっていうところだとまた別の選手獲得っていうところが一番ね外野の選手獲得とか一番高いと思うんですけど、まあ、可能性と必要性の、まあ、こうなんだろうバランスというか、まあ、そこが一番高いっていうところはやっぱりこの住谷選手獲得なのかなっていうふうに思うので、まあ、正直これが実現されないってなると、まあ、この一番ねあの悲しい結果になってしまうんじゃないかなというふうに思うので、まあ、なんとかね、この住谷選手の獲得っていうところは、実現していってほしいかなというふうに思います。はい、まあここに関してはね皆さんの中でも、まあ、いろんな意見があるかなというふうに思いますので、ぜひコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。